パークホテル東京は東京都港区東新橋に共同通信社が建設した汐止めメディアタワー上層部に開業したホテル。日本の美意識が体感できる時空間をコンセプトにアートを軸とした空間づくりが行われている。運営は芝パークホテル。再開発エリアである汐止仕様サイトでは2003年7月に汐止めタワー上層部に開業したロイヤルパーク。 塩止めタワーに次いで開業したホテルである。芝パークホテルとしては、初の姉妹ホテルで、芝パークホテルとは、直線距離で1キロ弱しか離れておらず、管理業務や予約、交換業務が一元化でき、コストが抑えられることから進出に踏み切った。25階にフロントを置き、34階まで10層吹き抜け都心の、ホテル最大級のアトリウムが特色。アトリウムでは、 日本の四季をテーマとした展示会を開催している。4つのレストランバーなどがあるが、宴会場は設けず、宿泊特化型でホテルとして営業を行っている。31階はアーティストルームのフロアとなっている。インテリアの基本設計はフランス人のフレデリックとまでコンセプトからシオドメ,メディアタワーの設計を手掛けた。 カジマデザインと共同した。ありがとうございます。